本当のシャンプーで、すごいですね。匂いもいいでしょ。なんかめっちゃ艶出ない。これこんなかつてない、かつてないこれアイロン入れたからっていうんじゃなくて、このシャンプー売ってないんですか、これね、今はい、札幌占い美容師の山下琴です。今日はどうしますか。今日はハイチューブTV。はい、大学受験があるので、はい、証明写真を撮るときに、証明写真ちょっと茶色いんで、はい、暗く地毛っぽい色にしてほしい。自分の色にしたい、ね、自分の色ですね。自分の色がちょっと茶色い、そうですだよね、はい、黒じゃなくて、はい、ちょっと茶色っていうか自然の地毛の色で、はい、自然にしたい。はい、わかりました。で、長さはまあそんな悪くないんで、前髪が、あ、前髪さっき聞いたのは何だっけ、ここが、はい、多分こう合ってないんで、滑らかに、はい、形を合わせてほしい。滑らかに難しいオーダーですね滑らかに形を、はい、分かりました。滑らかに、はい、じゃあちょっと全力を使って滑らかにします、はい。あとは大丈夫そうです。後ろもちょっと量多いんで、はい、軽く中を滑らかに、はい、滑らかに、はい、わかりました。はい、やります。はい、皆さんこれで黒くなりました。生まれた感じになんとか戻るところができました。そしたらですかな、ちょっと後ろが重いかな、うん、バッグ重いから、バッグが重いからバッグを切るかな。皆さんこのコームはかなり使えるんですけど、カットでも使えるし、カラーでも使えるし、ブリーチとかもすごく使いやすいですね。あと刈り上げもすごいやりやすいです。あと限定7個だけあります。襟足軽くしていきます。ショーバレで切ります。ショーバレ指挟んで切りますね。ちょっと柔らかく切れるので、で今度これで逃がす感じです。
意外とあるね、ここ、はい、うん、そうだね、あ確かに、これでうねりと分からないこのシャンプーってすごいですね。匂いもいいでしょ。めちゃくちゃ出ないもん。かつてない、かつてないこれアイロン入れたからっていうんじゃなくて、このシャンプー言ってないんですか。これね、今あれ発売前なので、あの量り売りじゃないや、あのちょっと分けてあげようと思います。持ちますか。はい、結構良くないですか。すごい、めっちゃいいっすよ、ほんとに。めっちゃ違って、やらせじゃないよ、もう自分から言ってきたから自分から言ってきたのよ。すごい、ノーチというシャンプーです。え、これいいっしょ。すごい、これもね、めっちゃこれ、かつてないですかね。そうだよね、すごい、びっくり。いや、これほんとかつてないっていうから、ね、ちょっとそれに便乗していい。このシャンプーはね、あの今まで美容人生の中で本当一番自分の中で刺激を受けた。これめっちゃいいと思うんだよ。めっちゃすごいです。すごいよね。すごい。いや本当そうなのさ、これめっちゃすごいんだよ本当。すごいなーってずっと見てました。感動したのシャンプー。これで洗ったら本当ツヤ毎日出るよ。で、癖も抑えるし、しかも超サラサラっていう、うん、ね、匂いがまたいいんだよね。お母さんもちょっと癖になんで。あのね。お母さんに使わせてほしい。お母さん、あの自分は使わないで。お母さんに使わせて。いや本当、お母さんに使わせたらまた違いが分かるから。本当、あのね、お母さんを感動させたい。どっちかっていうと多分ね、これ一回使ったらハマるよ絶対。すごい、間違いなく。売ってるとこもないですね。帰り道にビュースパラクティーから、ビュースパラクティーから。でもすごい、まだちょっとネット販売がまだ先になっちゃうんで。そうなんですよ、まだ本当にまだ販売してないんですよ。家に来れば買えるんですか。買えますね。ネットだとネットの送料かかっちゃうから、で買った方がいいかも。勝手にそれだけ帰り道に買いに来てくれる。これ絶対お母さん、これさ、お母さんのところでさ、広めてほしい。お母さんの病院で。え、でも本当にすごい。いや、すごいでしょ。めちゃくちゃすごい。感動だよね。すごい。だからもう本当になんか今までシャンプー勧めたことないけど、本当お客さんに最近これ勧めてる。これいいよ。制限に合うんだよね。すぐ買いに来てほしい。これと、あとあのこちらもお願いします。これとヘナジェルヘナウォーターはすごい合うんで、同じ人が作ってますからね、うん、だからすごいいいですよ、ボロボロっていう宣伝、うん、北海道の優しい恵みがたくさん詰まって、うん、使いたくなる、朝とか夜とか洗いたくなるシャンプーですね、きっと。洗うのも楽しい。これでも本当、普通に買うとめっちゃ高いシャンプーなんですけど、あのすっごい安いんですよ、このシャンプー自体は。すごくないですか。本当すごい安いんですよ、本当に。そこがびっくりです。高いシャンプーだといいけど、お客さんもったいになっちゃうみたいな。宣伝とかもお金かけないでやってます。ここまた分かれなくちゃう。いや、分けたいんですけど、なんか微妙に分かれないんですよ。あ、ここが？そうなんです。あー、だね、微妙なところに薬の分け目があって、
ちょっとあるのね。これ普通につなげて切っちゃうと上短いウィスカットになっちゃうので、ここが長いとやっぱこうペタって分かれ目がついちゃうんですよね。でそこでどういうふうにすればいいかっていうと、ここから本当に5ミリぐらいの束を取って、前髪の長さこのまま、前髪の長さをガイドとして反対側にオーバーダイレクションさせます。で逆刃で10% 以下のセニングの逆刃でそのままこのままつなげてカットすると、それでもうパートがなくなるんですね。で反対側も同様に 5mm のスライスを取って、この前髪パートの持ってきて、でこの前髪のガイドに合わせて逆刃で取っていきます。これで終わりです。それだけで前髪のパートがなくなって、カットラインはあんまり変えないでできるんで、矯正をかけてるんで、ちょっと根元からガツッてかかっちゃってるんで、あんまり上ふわっとなんないんですけど、まあ多少これでなると思います。このシャンプーを使えばいいと思います。あなたもこれでふんわり柔らかい髪に、まあちょっと全体を色見てみたんですけど、根元の、彼女はちょっと地毛が少し茶色いんですが、茶色くて少しそのメラニン色素がちょっと弱い感じなんですね。なんでもともと本来持ってる色自体がちょっと透明感がある毛なんですけれど、今回スローの CN の3と アッシュの CA の6で、なんかその次元に非常に近くなったんではないかなと今思います。綺麗に黒染めって意外と簡単な技術な感じがして、僕の中では結構難しい技術だと思ってるんですけど、難しいっていうか油断できない技術だと思ってるんですけど、ただ黒いの乗っければいいってわけじゃなくて、黒染めこそ毛先を一発で塗らないで少し時間差で塗ったりとかしていかないと、本当綺麗に染めることって難しいんですよ。一発で乗っけちゃうと毛先暗くなっちゃったりとか、根元が熱があるので根元だけなんか明るくなっちゃう場合もあるんで、結構難しいっちゃ難しいんで、ホームカラーとかでやってる人も気をつけてやっていただいた方がいいかなと思います。ラップはしない方がいいんで、基本的にラップしないでホームカラーでやる場合は根元から塗っていって毛先を後で塗った方がいいと思います。ですね。分け目なくなったのがありますか。ちょっとだけ分け目は気になる。その辺の。うん。熱くなった。ちょっと上から出てくるんですね。
黒染めだったので油断しちゃうと綺麗に染まらないので、黒染めこそ塗りムラがないように何度もチェックして、量は薬の量はやっぱ多く作った方がいいかなと思います。僕はそれでたっぷり塗っていって塗りムラない方が、時短になるので、薬が少ない状態で綺麗に塗ろうとすると結構時間かかって時間のロスになっちゃうので、時間を優先した方がいいかなと思うので、量をちょっといつもより多く作ってたっぷり塗っていった方が効率がいいんじゃないかなと思います。1000動画ぐらい動画入ってるんで、いろいろ関連動画の方から見ていただけると、今まで何年かで、撮ってきたものがあるので、皆さん関連動画どんどん辿っていってみてください。では皆さんまた見てください。また明日、バイバイ。